はい、皆さんこんにちは、藤本です。今回はこちら、しつけいつから、いつからしたらいいんですか。しつけ、ご用に迎えましたもいつからしたらいいんですかっていうね、まあ、こういったね、親のお悩みもあるかなと思うんですけれども、僕がお伝えしているタイミングは来た日からです。来ました、この日から始まるんです、しつけって。やっぱ習慣がね、やっぱりなんか毎日お家でね作っていくので、来た日からね、いい習慣を作っていきたいですね。特にトイレ、トイレはもうずっとします。もう子犬ちゃん来た時とかって、多分ちっちゃければね、もう1日何十回すんねんっていうぐらいね、すると思うので、しっかりね、しつけはその日からトイレはスタートしていきましょう。で、他の人に慣らしたりだとか、ブラッシングとか歯磨きとかね、いろんなしつけは他にあるんですけれども、それもね、落ち着いてきてやっていきます。ただ早くやるのがポイントなので、生後5ヶ月以内には確実に始めてください。生後5ヶ月以内です。早ければ早いほど柔軟に対応できますので、後々楽に生活ができます。なので、まずね、トイレとかはね、もう早速始まるのでね、今日来た日からしつけを始めていきましょう。で、一刻も早くね、しつけ教室とかをね、通っていただくといいかなと思います。参考にしてみてください。藤本でした。